さあ、今回もドミナ進めていきましょう。さあ、前回はね、特殊なカードを持った二人の剣闘士が誕生しまして、体力と守備力が上がっていくと。で、バッドステータスがね、アジリティしかないので、これはかなりね、いい感じに育つんじゃないかなと。で、不死身にもう一人入りましてね、一応今んとこ二番手に波に強いと言われている、両手槍の子が入ってます。あの子は死んでもいいというところですね。簡単に復活できますから。さあ、これからどんどん鍛えていこうかなと。さあ、ちょっと訓練組入れようかな。アジリティ、こいつだっけ？あ、こいつはね、アジリティ4だもんね。で、もう一人が、ディフェンスのレベルが高いやつ。84。ディフェンス。外見どんなんだっけ？これか、41程度でしたっけ？で、アジリティこんな高いわけないんで。ちょっと見当たんないですね。こいついいか。こいつじゃね？いましたね。いや、こいつじゃない。これはあれだね、でも盾がない。あ、どうだろう。ちょっと待ってよ。外見的にそんな気もするな。ちょ、トレーニング組の2人は組ましたいんですよね。なんか盾がない気がするんだけど。いや、なんか同じ防具つけた気がするんで、なんか。あ、でも違うわ。ダメージ負ってないですね。あ、立てねえのか。オッケーオッケーオッケー。これを、死んでもいいやつね。言ってもらおう。負けてもいいし、勝ったら経験値だよね。もうほんととんでもなく、有利な条件で戦えると。強っ。あー、惜しいか。どうだ。勝てるのかな。勝てそうだね。よし。なんか防御力ないですね。ガッチ側の部屋結構見づらいんで、あれかあんまり入れちゃいけないですね。どっちかっていうと。試合にね。練習試合とか。あ、こいつ、ちょ、あげよう。で、まだね、カードあるんですよ、実は。ランスピードじゃなくて、これディフェンスと、いや、ディフェンスか。ディフェンスはあるんで、もう一人縦系がね、作れるというところで、まあ、ちょっとね、傷んだやついないですからね、ちょっと痛めて、先にね、伸ばせると分かってから、やるわけですから、つまり、これはね、その、選定の儀式ね。さあ、この中から生まれるかな？さあ、戻らないと分からないんで、まあ、経験値にはなったね。その上で、あ、いないか。割とでもそれはそれでいいのかな。あれ、こいつ、傷なくなってるよね。あ、なんか部分的になくなってる感じかな。あれ、こいつは、攻撃上がんない子じゃなかったっけ。待って待って待って。なんか取れてってるよ、みんな。医者のパワーじゃない。あ、こいつアジリティの上限が解禁されてますね。お？これちょっと医者の強化で来てんじゃないの？ちょ、待って待って待って。医者くらいしかいないよね。医者か、あとあれか、上位のトレーニングかな。なんか上に出てるんですよ、文字が。なんかそれで取れてってんじゃないの？バッドステータス。これ、いいぞ。どんどん組めるんじゃないかな。ああ、ディフェンス来た。ああ、ディフェンスばっかだね。こいつら、こう、ちょっと弱いんだよね。やっぱ1カラーがいいかなと。即戦力でもないしね、だったらね。この辺のね、まあ、上位組と言いますか。まあ、こいつはあるか。こいつはだって昔だ、
ね、体力上がるけど攻撃上がんないっていうのが売りだった子なんですけど、体力高くて攻撃も上がるっていうちょっと、これもう、こいつがエースじゃんね。こうなっちゃうと。ランスピードかな。ちょ、こいつちょっとカード上げようよ。ポイズンドリル、これいけない？あ、いける？ポイズンブレイド。ちょっとこいつ入れよ。枠買いましょうか。食料がちょっとどうかなって思うけどね。よし。まあ、一応生産の人いますから。こいつね。フードストレージ。まあ、やります。これでフードがより増えると。これやりますか。体力は ?2000 か。二人いけるんだね。え、この二人でいいんじゃないの？双剣、体験。いけいけ、いいコンビネーション、いいコンビネーション。武器あるよ、それ。ナイス。いいよ。強い強い強い。ちょっと二人戦わせてみようかな。馬売ります。君は？ああ、結構強いね。キープ。君は？ああ、強いね。キープ。こいつ買え。ああ、ちょっと。ああ、君か。こいつ買え欲しよう。こいつ弱いっしょ。弱い弱い。はい。育成も今ね、もう、みんなね、よりよくできますから。ちゃんと素質なる子をね、しっかりと強くしていきたいなと。この子とかね、装備品が良いだけでめちゃくちゃ強いからね、本来ね。そういう子もいると。あ、で、こいつディフェンスやってんのか。ちょっと悩ましいですね。ちょっとやらせますか。上位対決。食らいつけるかな。さあ、もう不死身となったこの二人。体力は拮抗している。火力も追いついている。あ、武器が武器が大丈夫か。強い。ヘルメットブレイクされたが強い強い強い。早くさせてあげよう。早くヒールコインコインワイン。ちなみにあれだ、上位の鍛冶屋さん雇いましょう。これだよね。どれ？あ、これか。で、自動強化、自動修復ね。ウェポンブループリント。この辺が武器とか装備品の、ブループリントね。いいものが、いいものに強化できると。とりあえずは左上からやっていこうかな。ロストした武器の、その、チャージというかね。例えば多分こういったネットのことだと思うんですけど、無料で再獲得できるよと。まあ、金あるんでね。あんまりかなと。思いますけど。序盤なら嬉しいだろうね。よし、次行くか。多分回復したでしょ？まあまあ、こいつで出とくか。これ、チャンピオンシップ行くためのメンツちょっとね、あいつ揃えれそうですよね。てか、まあ、全員死んでもいいんで、4人で出るとかもいいかもしれないね。あ、これ、勝てる。ああ、いけるか。いけた、いけた、いけた。途中まで良くないパターンだったらいいよね。まだわからんか。よしよし、ナイスナイス。ちょっとね、爪の甘さというか、ね、回転の甘さというか、そこがちょっと露呈した試合でしたね。多いな。これあげよう。これいる？はい。君はいらない。君もいらない。君もいらないね。
うちは一から育てるんでね。負傷しなくなったっぽいよね。ちょっともう3人やって確認しよう。今回1回もなってないから多分ならないよね。前結構頻度高かったんで変わったねのかなと思うんですけど、こんなんで3人いたら1人はねなっちゃいますから。ほら出てないですよね。あとはなんかベヒモスとかライオンとかホースとか関係ないかな。うん、死んだ。爆発してる一人。誰も触れないのあれには。なんか爆発したけど今。大丈夫ですか？誰が爆発したんだろうね。ちょバランスが難しいな。こいつくらいならいけるか。この二人はね、ちょっと、ツインでさ、ついていきたい。いやー、きついね、まだね。そっかそっか。いい試合ではあるけどね。やっぱ戦闘経験の不足がありますね。爆発しないといいけど。まずワイン、ワインコインね、ワインコイン。ただ回復していく。そんなもんか。サタリングスピード3。75% カット。はぁ、もう、ないじゃん。訓練時間ないじゃんね。ある程度は勝手に上げていけるようになるんじゃない？抜けたがりが多いね。回復が遅いんだろうね。もう品質してます。もうめっちゃ出ますね。直してあげるか。結局誰に直したんだろう今ね。さあ食料の生産増えたおかげがめちゃくちゃありますね。これはまた増やすべきかな。よし、これで不死身男も増えていくよと。さあ最大250レベルというか、そのストレンジャーね、体力上限がぶっ破されると。これはいいね。てかなんか作ろう。違う、いいよ、出てやるよ、行ってこい。体力は勝っている。ナイス。こいつめちゃくちゃやっぱ強いんじゃないかな。もともとはね、あ、しかも武器の、来た。武器の訓練効率アップが。こいつが建築士。ワインセラーかな。いや、いい感じですね。無敵像も増えますしね。これは急激に強くなっていきますよ。とりあえずまあ訓練をしっかりしてね、底上げしながらでありますが、片方守備が75、これもっとねアーマー鍛えてあげれば強くなるし。こいつはいいぞ。だいぶ硬いでしょうね。あとはまあ試合を通して経験値、攻撃力とかね得ていけばいいかなと思います。